大落下、本気の使い方ということで、今回は亀山ダムに来ました。まあ僕自身がですね、大落下をやり込んで、どういうふうに使ってってるかというのを細かく出していく。まあこの亀山ダム、ちょうど先週ですね、2日入って2日とも50アップ釣ってんですよ。49も釣ったし、40アップタタ釣ったしっていうぐらいに食ってたんで、まあ今日はどうなるか分かんないですけれども、日波でね、ただ釣る釣らないっていうよりも、どうやって使ってるかっていうのをちゃんと説明したいと思います。これのまずどんくらいカウントしたらね、こうピョンとチョンと投げて1、2、3、4、5、今5カウントぐらいなんですけど、ちょうど水面からの上の分を取り除いてこうやって上げるとね、今の5カウントでこっから測るよ。これ 1.5、 3、4メーターちょいですね、今の5カウントで。ゆっくり数えてね。だからまあまあ、それ自分のリズムがあるんで、自分のリズムで5カウントだと 4メーターですよ、7カウントですと5メーターですよっていうのを覚えておく。まあ2メーターから3、4ぐらいを普通に巻いていく。感じですよね。もう普通にしゃくってポン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 やっていく。でまあそれであんまり来ないなっつったら、レンジを今度変えてみるっていうのが使い方ですよ。こう沈め込ましていきたい時は、もうリーディングをしないでね、やった位置からどんどんやっていけば、だんだん下に行ってくって感じだから、一定のレンジでやりたいなら、しゃくったことごとにラインスラックを取っていけばこういう感じで来るし、そのまま落とし込んでってやれば、その投げた距離プラスこうだんだん下に行くってこと、まあ、プラスっていうか距離が、そういう使い方でもよろしいです。でああいう橋桁みたいなのも当然狙い目、この大落下の餌食、要するに縦の障害物はもちろんやりますよ。まずは上の方カウント3とかの上の方をやってみて、上についてれば上についてる。でそれから今度カウントを来なければカウントダウンを多くして、もうちょい下の方と、で障害物を狙う時っていうのは、もうほとんどまあ大体レンジさえ合っちゃえば、1投で勝負が決まっちゃうんで、その辺はあんまり深入りしないで。岩盤沿いをやるときはですね、魚が岩盤ぴったりなのか、もうちょい深場に近い、もうちょっと外なのかっていうのを、まあイメージしてやる。
ビッタビタにいるときは当然ビッタビタに落とすし、今まあ俺の見立ての状況ではやっぱりディープの少し水が動く方にサスペンドしちゃってるんで、ちょっと外際をやってますよ。この辺はもう立ち木群で、もう魚探に下に立ち木が出てきてるね。この6、8とかこれベイトじゃないか、全部立ち木だから。こういうとこ全然入れていきますから。ただみんな引っ掛けちゃうからね。もちろん引っ掛かるんだけど、それを合わせなきゃいい。もう立ち木を乗り越えてんのが自分で感じるような感じで、こうほぐすようにやってやるっていうのが、だからそんなに立ち木の中ではバンバン強いしゃくり入れるんじゃなくて、緩めに。で、魚だったら魚って感じがするんで、これもうメタルの釣り全部そうだけど、そっから合わせて十分。このね、斜めに右からこう入ってるような、もう立ち木に絡める、あえて。棚が取りやすいじゃない。今ボトムだけど。今ブラインドの立ち木。まあ、立ち木エリアには近くにも立ち木があると思って見えてなくても、とりあえず立ち木を攻めるのと同じ感覚で入れる、俺はね。まあどこに1本どこに2本とかね、超ローカルじゃないから、そこまで基本的にはまあ見方はこう張り出して、その張り出しの周りを立ち木が取り囲むっていうのがまあまあセオリーの考え方なんで、深い側に取って落としていけば必ず絡むっていう感じかな。引っかかった時はここ重要だから、引っかかった時は今引っかかってんだけどね、竿でヒコヒコやるちょんちょん、このメタルの重さで取るつもり、スラックを使って。ね、これを覚えとかないと一生取れませんから。で、これで今ほぐれて取れた、これね、そこ重要だ。結構ね、まあ合わしちゃダメだけど、思いっきり魚だと思って、そこ、それはもう一番あの辛い辛いけど、合わさないで引っかかったなっていう状態から引っ張んないでほぐすっていうことですよ。で、竿で取れなきゃ手で取る、手で揺すってやるっていう、それがまあ俺のやるやり方なんだけど、取れない際手ね、バツ。引っかかるものがあるんだよね。要するに竿でやってちょっと首が触れないなと思ったら、
手でやって首を振らしてやんないとね取れないから。で取れる。あ、上で引っかかった。あ、これまたね上で引っかかるのは危ない。あ、取れた。ね、だいたい回収できるんで。でラインは細いとダメです。細すぎるとやっぱフォールスピードが速くなりすぎちゃうんで、俺がやってる結論としては16から20で、特にやっぱ亀山ダムなんていうのは根掛かりが多い、要するに立ち木とかあるでしょ。で根掛かりが多い場所で根掛かってるラインに引っかかるんで、もうやっぱり20でいい。で20でだいたい十何メートルも全部できるんで問題ないですよ。ただ巻き、ちょっと水になじまして、お尻をフリフリ泳ぐぐらいのスピードでね、フリフリこんな感じで大落下泳ぐんで、カバー横巻きでいきます。すごい浅いから、あ、ベイト入ってる、ベイト入ってる、食わない、スピナーベイト巻くようなとこだよね。さあ中に入れ、落ちろ、やりすぎてる、やりすぎ、違った、入れちゃってますけどみたいな。これね、やり込まないとずっとできないんで、正直最初はね難しく感じると思うけど、別に今も俺は簡単とは言わないから、このゲームを簡単とするんなら他のゲームは超簡単になっちゃうから。ただそういうことじゃなく、こうまあこれワサビーのゲーム、メタルゲーム全てそうなんだけど、やっぱりあれですよ、練習修行を積み重ねると超過もそれに応じてアップしていくという